私たち京都学生広報部は京都市と大学コンソーシアム京都と共同のもと、京都で学ぶ大学生たちが全国の中高生に向けてリアルな京都の魅力を発信している団体です。私たちのミッションは全国の中高生に京都の大学で学びたい、京都で大学生活を送りたいと思ってもらうことです。学生の視点で企画、取材、記事作成した京都で学生生活を送ることの魅力をウェブサイト、ことかれや SNS 等で発信しています。ことかれとは、私たちが運営する京都の大学生活をさまざまな視点から紹介するウェブサイトです。京都の学生が取材する京都ならではのイベントやアルバイト、学割やグルメ、また京都に関わる有名人へのインタビューなど、多様なジャンルの記事が載っています。京都での大学生活に興味や関心を持っている中高生の皆さんに向けて、大学生がリアルな情報をお届けしています。広報部には京都のさまざまな大学に通う部員が所属しています。見てください、この数。京都学生広報部に入るといろんな大学の友達ができます。それではここからはより具体的な活動内容を説明していきたいと思います。京都学生広報部では、編集チーム、PR チーム、2つのチームに分かれて活動していきます。はじめに編集チームについて説明します。編集チームのリーダーの島倉です。編集チームは先ほども説明しましたウェブサイトことかれの記事を作っています。大まかに分けると役割は3つ、ライターとカメラマンとデスクです。ライターは取材を行って記事を書きます。カメラマンは記事に使用する写真の撮影のために取材に同行します。デスクはライターが執筆した記事の校閲や記事のチェックをしてくださる京都市や大学コンソーシアム京都の方々とのやり取りを行います。兼任するというよりは兼任するといった形で、いろいろな役割を部員が受け持っています。なので編集チームでは記事を書くだけでなく、カメラを扱ったり記事の校閲をすることもできます。記事を作るとは言っても、記事の内容によって作り方は様々です。インタビュー記事では名前の通りインタビューを行います。今までことかれで公開した記事では、芸人さんやバンドマン、モデルさんや俳優さんなどの芸能人や、学生団体やサークルなどで活動している現役大学生にインタビューをしています。学園祭や京都ならではのイベントを記事にするときには、イベントに潜入して取材を行います。実際に参加し体験することで内容も充実したものになります。またことかれには部員の日常を綴った記事もあります。こういった記事は部員から素材を集めることが多いです。部外の友達に協力してもらうこともあります。他にも恋愛しくじりエピソード集やバースデーサプライズ事情など楽しい記事が満載です。他にも受験期や留学体験期などライターの経験を生かした記事もあります。このような記事は中高生に伝えたいライターの思いをストレートに記事に落とすことができます。企画から取材、執筆、校閲と吟味して作り上げた記事が完成して、実際に読んでもらえた時にはとても嬉しい気持ちになります。またインタビューや撮影といった取材はなかなかできない経験で、その時々に出会う方々との関わりにはとても刺激を受けます。続いて PR チームの説明に移ります。PR チームは京都学生広報部の活動を広めるため、イベントの企画運営や SNS を使い情報発信をしたり、広報物のデザインをしたりと様々な活動をしています。具体的には SNS 班、総務班、デザイン班に分かれて活動しています。 SNS 班は Twitter、Facebook、Instagram を使って、このように京都での日々の生活魅力を発信しています。次にデザイン班はチラシやポスター、フリーペーパーや先ほど紹介したことかれのサイトのバナーなどのデザインを担当しています。
つい最近では京都学生広報部のグッズも作成し、この右上のラバーバンドも部員がデザインしました。最後に総務班は部内の交流をして編集チームとの仲を深める会をします。また先生を招いてお話を聞く研修を企画したりしています。吉本興業の構成作家さんやプロインタビュアーさんなどの著名な方からお話を聞くことができ、自らのスキルアップにつながります。 PR チーム全体としてはことかれを広めるために様々なイベントを企画したり参加したりしています。今年の1月にはシンガーソングライターの伊藤貸太郎さんもゲスト出演されたヒューマンステージイン京都というイベントにステージ出演させていただいたり、京都学生祭典という学生が集まるお祭りに参加したりしました。この京都学生祭典では去年ラバーバンドを配ったり、京都のいいところで埋め尽くされた京都府の地図を作ったりすることができました。これらのイベントの企画は PR チームがメインで動かしていますが、イベント当日は編集チームも参加し、より充実したイベントになります。はじめに、吉本プロジェクトとは吉本祇園花月と京都学生広報部がコラボした企画で、去年祇園花月大学という特別公演を開催しました。この企画はお笑いを通して京都の魅力、学生の街京都を発信していくことを目的にしています。祇園花月大学の開催にあたって、出演芸人さんへのインタビュー記事や出演した学生サークルの取材記事など、ことかれサイトでも様々な記事を紹介しました。このプロジェクトでは京都学生広報部と吉本祇園花月さんとのコラボ企画を考えたり、どのような方法で発信するかを話し合ったりしています。このプロジェクトは普段の広報部のミーティング以外に月 1,2 回あり、お仕事も多くなると思います。しかし、お笑いを通して京都の魅力を発信できるという素晴らしい経験ができます。充実した1年になることは絶対です。最後に動画をご覧ください。私たちと一緒にお笑いの力で京都の魅力を発信しませんか？最後に活動場所と部員募集の案内をします。私たちはいつも京都コワーキングスペースことや下行青少年センター、またキャンパスプラザ京都の1階で活動をしています。もしこの説明で興味を持ってくれたら、ぜひミーティングに見学に来てください。